こんばんは。10月24日の27時ぐらいからの放送です。ちょっとぐらいやってきます。いや、今日は衛星外で済まそうかなとも思ったんですけども、一応自分のイベント前日だから、まあでも最後の土佐回りこの時間からやっても大丈夫なものか否かですけども、まあとりあえずつけてないとやれないこともあるのでやりますということで、とっとと町に行きます。こんな状態。よいしょ。ただクラフトはやってこないとな。あれはあれで地味に時間かかるから、クラフト後に回そうかな。間違えた。こんならせいつけたやつ、いるらしいっすよ。お、これあれじゃん、カジノの景品じゃん。サバゲーやりませんか。ドッグラン会場。BMC 会社戻りました。うさぎさんがね、BMC 入りしたんだよね。体験じゃなくて、正社員として。もうますます BMC 通いになりそうだ。レギオン前公演販売中。くるみさんが歌いながら移動販売やってたりする時あるから、そういう時ね、こっちをミュートにしてセッションすればいいなっていう。そうすればこっちの衛星ではタイミング合った状態でのセッションができるっていう。誰かいる？ほら、パン補充はもうしてあるんで、アイファクス科学クラフトを上げておこう。リムジンで行くのありだな。リムジン土佐回りしよう。販売も瞑想前までかな。レギオンほとんど人おらん。お、これでミュートにすれば俺の衛星にしか俺の声が聞こえない状態なんで、この弾き語りのくるみさんに合わせてコラボができる。宇多田の光ですね。私のことだけは
ありがとう。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 みんなありがとう。ありがとう。聞いてる感じしたから近寄ってみたら案の定やった。案の定やった。案の定やった。ありがとう。もうそう。ただ、うん。アコギを練習するボット。俺は横にいてダンスを踊るっていうボットですね。俺は。俺は自分の口をミュートにして自分の衛星でくるみさんとボイパでセッションするっていう遊びを覚えた。裏でやってたんだ。そうそう、聞こえる状態でやるとずれちゃうから、こっちの衛星のみは悪があるっていう。それはおもろい。僕失礼します。はい、ありがとうございました。そう、この間くるみさんが移動販売しながら弾き語りしてるって聞いて、で、きのこさんがなんかそれに合わせてセッションで遊んでたって聞いて、そうそう、あ、俺もそれやろうと思って。そうなのよ。まあでもやろうと思えば全然できるんだけどね。オンラインセッションアプリがあるんで。おお。もうみんな入れてくれって思うけど。なんてやつです？シンクルームってやつ。シンクルーム、ちょっと調べときますね。うん。めちゃめちゃいいよ。うん、これ本当にニカポですか？本当に。これはあ、ベチ。うちらの町の方の喉を切ってこっちだけを衛星に伝えるって感じですか？そう、誰か一人がそうやればできる。あ、本当に抑えらんない。健康的な朝だね。あ、どんな時に君の愛してるが聞きたいや。揺れるカーテン、少し浮いた前髪もすべて心地いいさ。それに割れてしまった目玉やついてないや。バランスをとっても溢れちゃうや。少し辛くて少し酸っぱくてまた歌ったりさ。
ギターってわが。それだ。今手に持ってるそれだ。なんだこりゃ。ギターなんて嫌いだ。もっと簡単に弾けりゃいいのに。なんかボタンを押さえるだけで弾けるなんかなんだっけ、なんとかコードギターってのを近年出ましたよね。データ。でもじゃあそれがいいかって言われたら、うん、まあでもな、それでちゃんとストロークができるんだったらありなんだよな、うん、全然。なんかギター型のサンプラーみたいな感じですかね。おお、うん。ああいうのってさ、押したらさ、うん、コード弾いてくれるやつってまああるよ。うんうん。なんだったらスマホに入ってるじゃん、ガレージバンドだっけ。ああ、なるほど。あるけど。ストロークできるわけじゃないしな、ちゃんとできんのかな、僕が知らないだけで。ギフ、モルヒネあるかな、モルヒネあるかなってなんかやべえやつみたいな。確かに今のフレーズだけ聞いたら今のフレーズだけ聞いたら違うんだ、歌詞なんだ、ここが歌なんだよな。モルヒネ、モルヒ、モル、モルヒネあっても弾けるんかしら。あるわ、あるけど、カポいくつ、原曲簡単弾き本当ですか、にぐいじゃん、言えない、にゃん、うわうわ、めんどくさい、本当、うわめんどくさい、これ 4?4 ってどこだよ、1,2,3,4 ここか、ああ、うちにはうちには一人でかえります、あたしには鳥が夜はついてるので、うちにはだっとがります、あたしにはグリコゲがあるし、わかんねえコード出てきやがった、驚きなのは地下鉄のネル、素敵な、あむずすぎこれ、やめて。シーナリンゴって何、あたしには、あ違うわ、素敵、あなたをたたえます、あたしにはこのタイミングで俺は合わせて入ります。今この声はね、あの衛星にだけ聞こえる状態です、ミュート状態っていう、あ、うん、あをたます、あたしには少し似合わないし、いや、いいのよ、ほら、くるみさんのギター練習中だから、俺は勝手に合わせてるだけだから。なるほど。いいのいいの、こんばんは、耳が幸せ、ありがとうございます。
質はそれとなくとれとなく排出されゆき消えてしまいですら唾液焼き捨てるひそやかなひそやかな恋に宣伝していました。あ、見えない見えない、猫ちゃん見えない。いや、あーむずい。椎名林檎とか聞けるわけなかった。いい、やめてねえねえ、やめて。くるみさんが見えない何かと戦っている。そう、スーパービッグボイスになっちゃったしびっくりした今。ひそやかな、ひそやかな恋に専念していました。にゃ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 わかんねえ。静かに続く何かを脱すように。お、ラグが入った。これは もうそろそろ口を閉じて他の答えは多分どこにもない。それなら体を寄せ合うだけでも優しいものはとても怖いから、泣いてしまう。あなたは優しい、誰にも傷がつかないようにと一人でなんて踊らないで。どうか私とワルツを。悲しいほどそれで
も信じられないくせに、どんな正しい期待で。優しいものはとても怖いから、泣いてしまう。あなたは優しいから、誰にも傷つかないようにと一人でなんて踊らないで。不思議な炎に焼かれているのなら、声を上げて名前を呼んで、一度傷がつかないようにと一人でなんて踊らないで。どうして私とワルツを、どうか私とワルツを。こっちはこっちでエフェクター筋肉を持ち出していろいろ楽しませていただいてますならいいか、ありがてえ。こんにちは。こんにちは。どうもこんにちは。どうもどうも。あ、なんか弾き語りやってるんですか？うん、はい、弾き語りと、弾き語りってか、と勝手にセッション中です俺は。あの勝手にセッション、せーので歌、はいはい、あの出しちゃうとあの、はい、ずれるから、俺はミュート筋肉を使って、はい、俺の衛星でのみ、あのクラスと合わせてやってるっていう。なるほど。あ、それぞれがそれぞれの楽しみ方をしてくれている、うん、音楽って自由っすね。いいね。いいな、それでこそ音楽やね。僕今から寝ようとしてなんですけど、じゃあなんか1曲だけ聴いてってもいいですか？いいよ。あ、1曲聴いてから寝ますわ。たまたま出したやつ多分知らないかもしれないけど。はいはいはい。あ、なんでも。じゃあ歌うね。どう始まればいいんだ？練習だからね、ちょっとあれなんだけど。あ、全然全然。あ、なるほどね。何の曲だろう。慎重になればなるほど擦れていくほど、誰かの上げましも歪んで消えて振り出し、孤独な閉じないドアがこっちを向いて微笑んでいるわ。やめてしまえばいいって、こびりついた仮面は頭隠して知り隠さ、弱さを見せてはだけ生き上手。同じ空見てる朝のに二度と会えないような伝えたい距離。夜になるとそこの数ほど揃ってる。真実みたいな競争が綺麗なリボン結んで微笑んでいるわ。全部壊してしまえて、雲の隙間からこぼれる遅い光かすかに、誰かこの心を
してよ。同じ空見てるはずなのに諦めては不自由れない距離。朝になる道路見るのは掴めそうだった安らぎ。いっそ今日の太陽まで奪ってくれたらいいのに。会いたいわ真っ白な声で、何も知らなかった頃に戻れないわ。覗かないでいた後戻りはできない。悲しい距離は埋まっていかないまま、投げっぱなしの期待ばかり、月を汚したのは一体誰。染みついた嘘は明かせない、一二の三で遊びましょう。私が泣いた涙で別の未来を作りましょう。わかんない、構成がわかんない。かな。はい。いってー指。すげえ、ちょっとあの思ってた5億倍すごくて僕びっくりしちゃいました。いやー、歌はうまいんだけどね、ギターはもう本当に。いや、うまっ。え、ちょっと投げ銭させてください。 いいんですか、ありがとうございます。30万ぐらいしか投げれないですけど、いいっすか。全然いいよ。え、すげえ。普段はスペシャル聞くのに100万以上かかるから。あ、申し訳ない、ちょっと30万だけ。全然いい、全然いい。あ、ちょ、番号教えてもらっていいですか。67番です。67番、了解です。え、矢井田ひとみさんの37度という曲でした。めちゃくちゃ良かった。わ、ありがとう、嬉しい。本当に良かった。めちゃめちゃ感動してくれて、マジで感動した、すげえ。うわ、嬉しいな。あ、送らせてもらいました。ありがとうございます、ありがとうございます。寝る前に偶然来てよかった。よかったね。え、いつも弾いてるんすか、ここら辺で。いや、弾き始めたの昨日。昨日っていうか昨日。いや、久々にまたやろうかなって思って。はいはい、よかった、偶然立ち寄って、マジで。そうだね、まあ、これからは増えるかも。あ、練習したいし、本当っすか。うん、めちゃくちゃいい。これマジでバカほど金取っていいっすよ、これ。普段はバカほど金取ってんだけどね。バカほどでもねえけど。わあ、リクエストしたい、今度。わあ、弾けたらね。あ、まあ、弾けなくてもいいんだったら全然アカペラで歌うんだけどね。全然全然、うん。ちなみになんかあるんすか、他に弾ける曲というか。弾ける曲、弾ける曲はわかんない。何が弾けるのかわかんない。今コード譜を見ながらもうやってるだけだから。あ、今それでパッとできるんです、すごい。いやいやいや、全然弾けてない。本当にこれは弾けてない。僕も最近ちょうどギター始めて。おお。いや、だからマジであの弾き語りの凄さ実感したんです。そうね、わかる。え、すげえ。じゃあまた今度聞きに来ます。ぜひとも。ありがとうございました。旅行よろしく。はい、また来ます。またね、お疲れ様です。お疲れです。すごいな、ありがたい。めちゃめちゃ喜んでくれた。ラグランジさん、いいの？はい、ごめんなさい、ちょっとあの、あ、え、いつもどこで弾いてるんですか？いや、わかんない、本当に弾き始めたのはここ。あ、なるほど、今日だから、まあ、やるならここかな。あ、わかりました、ありがとうございます。すみません、それだけ聞きに来ました、また聞きたくて。ありがとうございます。昨日あれですよね、向かいのレギオン公園のあの、クラフト大企画で、そうそう、あの、販売、移動販売してる時とかは別に、はいはい、ここでなんか黄色いバンツーかキャンピングカーでブラックビビアンって書いてあったら僕だね。はいはいはい、あ、わかりました、ありがとうございます。うん、またあったら聞きに行きます。ぜひとも。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいね。あ、ラフランジさん、はい、ずっとここにいていい。まあちょっと起きて
そう、明日イベントあるから宣伝の土砂回りでもしようかなと思ってたんですけど。そうだそうだ、うんうん、いやちょっと楽しいこと見つけちゃったんでじゃあいっか、うん、3時以降はフリーダムでいいんですよ。そうね、うん、僕はそんなあれだからさ、多分今日はもうこれで終わるこれをやりきってというか、うん、満足するまでやって終わる。難しい。適当なタイミングからまた合わせよう。入れすぎなのかな。はあ、あっち。よいしょ。よいしょ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 。この間の文化祭ライブの時も、あの弾き語りのうさぎさんに合わせて、自分はミュート筋肉して勝手に合わせるって遊びやってて。うさぎさんうまいよな。好きだわ。本当にうまいなって思った。いい声してるわうさぎさん。夏フェスの時も思ってたけど。うん。夏フェスの時からファンになっちゃって、もう限界突破オタクになっちゃいました。ね、うわ、すごいじゃん。それもそれで良いかな。すごい。どこ行った？コードフ。あった。黒い涙
痛いってなんだ。痛い。ヘイト？違うな。ヘイトは嫌いだね。嫌いか。うん、ペインだ。ペインは傷？痛い。痛み。でもペインかな。ペイン。まあ痛い。I'm so very very 痛い。伝わる。なぜか伝わるな。うん。I'm so very very 痛いから今。大芝居ねここ。うわ懐かしいの見つけちゃったね。カポニか。うわ歌えんのかな。原曲にカポニカポニにーカポニドゥルルルドゥルも俺が親しむなら爆弾抱えて向かうんだ中田町に小泉首相に会って目の前で吹き飛びたいもし一生死ねないならティッシュを抱えて泣き叫ぶんだ生涯捧げるって言葉使えるから基礎そう人が好きだ命を無駄にしたいわけじゃない誰かのための俺でいたい60億のほんのちょっとの愛と平和とその優しさでどれだけ綺麗な世界になるか俺は見てみたいのなんで万年なんで万年って立ってしまったって何もかも枯れせんやんけどれだけ醜い世界にしてくれてどう思う難しすぎてちょっと覚えてないな俺はきっとバカだよ君が言わずもなが知ってるよ俺は誰より俺を君は君誰より君をだけど分かち合いたいの俺は誰よりも君と60億個のほんのちょっとの愛と勇気とその優しさでこれだけ綺麗な世界になったねって言ってみたいの千年万年って待ってしまったって何も変わる気がせえんよこれだけ汚い世界を俺は子供には見せたくないんだよしいことは分からんけどそんなこと知りたくもないけどいつから子供は大人に人生はなぜか履歴書に感情は割り勘なのに領収書は自分のものにサンタクロースは子供のためにコンドームは自分のために怒りを誰かのために愛情は自分のものに何が見えるその先に愛はあるのかいそこに愛を誰かのために誰かのためのここ部屋を心に心に心に
60億個のほんのちょっとの愛という音、その優しさでどれだけ嫌いな世界になるか俺は見てみたいの。今今まさにこの今、何かすりゃ変わるかもしれんやんけ。これだけ醜い世界でも俺は笑って生きていたいの。これだけ醜い世界だからこそ見えるものを感じることを伝えたいの。笑えないよ、笑いたいよ、だからこそシャリラリラリラ。あー懐かしいけどいてー、わーわー、ひたすらこっちはこっちで遊ばせてもらってます。全然いいですよ。ありがてー。なんとこんなまあまあ音出して歌ってるのに目の前で猫が寝ています。あーごめんなさい、遅かったね。ごめん。いやジェニファー山田さん懐かしい。リリ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 リ。大好物はね、鶏の唐揚げ、さらに言えばうちのおかんが作る鶏のあんかけ、でもどれも買ってない。お前らかなわない、お前がうかつならば俺は丼で50杯明るく考えできるよ。だけどもんなこと言うとじゃん、やってみてと勝手迷い出すけど、それはあくまでも例えの話でありまして、だってでも言われやれと言われりゃおいどんも男なんわけで。あー遅い、レゲエチックね。お前が好きなわけでちょっと笑いたいわけで、ちなみにおかずって変な意味じゃないね。嫌いにならないでね。いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。今まで俺は何回お前を泣かせたんだろう。それに比べて何回笑わせてやれたんだろう。さらには嬉しなきって言わせ技もお前は持ち合わせているから余計わかんなかったよ。ごめんねとありがとう繰り返せばいいんだよ。その比率は五分と五分に限りなく近いけど、例えば帰った年をありがとうの価値はもう間違いない。必ずやだずつするよ100万回。だってさ、だってさ、だってだってだってさ、もっと遅いかも。だってこれのこの世の最後の言葉はあなたに言うありがとう。いいんですか、いいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなにのめり込んじゃっていいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが望んだ人ならば。いいんですよ、いいんですよ、あなたが望んだ道ならば。あなたといる意味を探したら、明日を生きる答えになったよ。明日を生きる意味を探したら、こんなに人好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが愛した人ならば。いいんですよ、いいんですよ、いいんですか、いいんですか、こんなに人好きになっていいんですか。いいんですか、いいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよ、いいんですよ、むしろそうであってほしいんですよ。いいんですか、いいんですか、こんなに人好きになっていいんですか。いいんですよ、いいんですよ、あなたが選んだ人ならば。あなたが愛した人ならば。あなたが望んだ人ならば。ああ指、
あー、おメニーミニピン、ミニミニ関係ねえな。にゃー、呼びたい。これは三角か。よっこらしょ。ああ、こっちはこっちで楽しい。何を言ってるかわからないと思うけど、人の歌ってみたい、演奏をしてみたの放送に合わせて遊んだりすることをちょいちょいやってたから楽しいね、それね。衛星上でやれてさらに楽しい。いいね、絵に使ってほしい。弾けるかな。ありがとうと君に言われるとなんだか切ない、さようならの後を溶ける魔法、淡くほろ苦い The Flavor of Love、友達でも恋人でもない中間地点で収穫の日を夢見てる青い動物、あと一歩が踏み出せないせいで、じれたいなら乗って baby、降り積もる雪の白さを思う。
と。いやいや。素直に喜びたいよ。ダイヤモンドよりも柔らかくて温かな未来手にしたいよ。限りある時間を君と過ごしたい。キツネもいるよ。本当だ。ペプシマンみたい。ペプシマン。ペプシマン。ありがとう。そういうことか。ああ、指。あ、外した。指って。ギターってどうしてこんなに難しいのかしら。本当にならない。C がならねえんだもんだって。だからメイクしない君が薄化粧した朝始まりと。終わりの後まで忘れぬ約束した花束を君に贈ろう。愛しい人愛しい人ありとなしどっちの方が聞きやすいんだな。ライブだったらかけたいけど。いとしれぬ苦労や寂しみもなく、ただ楽しいことばかりだったら、愛なんて知らずに。ああ済んだのにな。君の笑顔が僕
きしめてよ、たった一度をさよならの前に花束を君に贈ろう。愛しい人を、愛しい人を、どんな言葉染みた染みた染みた、うん、染みたらしいわ。ピンクのギターかわいいね、うん、あったの。かわいい。かわいいよね。あー指どうしようかにゃん。何しようかな。本当にゼロカポで弾けると思いますか。本当に簡単弾きですか、キングヌーが。嘘つくなよ。キングヌー弾くない。カポさん、ゼロです。カポありません。ユーフレット、正解。合ってる。いやむずいんだよな。神の味方。ほんとこの世界の誰もが君を忘れ忘れ去っても、随分老けたねって今日も隣で笑うから、う怯えなくていいんだよ、ママの君でいいんだよ。増えたシワの数を隣で数えながら、わからん。僕らの人生が三本小説だとしても投げうる気はない、何度でも書き直すよ、誰もが愛任せ、いつま、あ、いつまでもさまよう定め、この話の果てのその先を書き足すよ、真実と向き合うためには一人にならなきゃいけない時がある、過ちだと分かっていても、なお描き続けたい物語があるよ。ああ多分ばかりの脚本と三本芝居にいつまでも付き合っていたいのさ。ああ君の不器用な表情や言葉一つで救われる僕がいるから、うまっ。感想出てしもとる。あの頃の輝きが息を潜めたとしても、随分老けたねって今日、あ、明日も隣で笑うから、悲しまないでいいんだよ、そのままの君がいいんだよ。過ぎ、あ、間違えた。過ぎゆく秒針を隣で数えながら、止めどなく流れる涙目が小説のように人生を何章にも区切ってくれるから、愚かだと分かっていてもなお嘆き続けなきゃいけない物語が、あの日の頼りない背中を今なら強く押してみせるから、ああ僕のくだらない表情や言葉一つでポエ
の日の頼りない背中を今なら強く押してみせるから、僕のくだらない表情や言葉一つで応援な君がいるから、この世界の誰もが君を忘れ去っても、随分老けたねって今日も隣で笑うから、怯えなくていいんだよ、そのままの君でいいんだよ、増えたシワの数を隣で数えながら。ああ、きつすぎ。うますぎ。いやいや、普通に歌えてました。素晴らしい。ありがとう。寝る前に聞けてよかった。幸せだ。ありがとうございました。本当に。ありがとう。いやもう今日いろいろあったけど、これでだいぶ浄化された。うん。涙だよ。マジで浄化された。ありがとう。みんなの何かになれたなら何より。うん、歌はよするんだけどね。ギターが。ここでよくやってるんですか。うん。まあやろうかなって。ギターを再び触れたの昨日久々だったからさ。じゃあ。本当にたまたまここで見るんだけど、そう、うん、練習のためにやろっかなって。定期的にやる感じですか。うん、おー、いいっすね。多分何の告知もせずここにいると思う。多分またなんかやってそうな時見に来ます。あー、ぜひぜひ、うん、ありがとう。あれがなくなっちゃった。あ、ほんとギター消えた。食べ物が全部ついちゃったから手に。よいしょ。この世界の誰もがもうちょっと練習すればもうちょっと弾けるな。いや、十分すぎるぐらい良かったですけどね。うん、ありがてえ。うん。こう言ってもらえるのは大変ありがてえ。うん。もう声量を維持できるのすげえ。まあ歌はもう全然何の問題もないから。うん。あ、ギターの方ね。そう、ギターの方。うん。ギターが難しいんだ。うん。本当に。ありましたマジでわからない世界だからな。弾けるだけでもすごい。いやー、まあね。うん。確かに。これならいけんじゃないか。なんでいきなりないなった。ないじゃん。ないじゃん。どうしてどうしてどうして。ユーフレット君がおかしくなっちゃった。ユーフレット。この世界の誰もが君を。ありがとうね、本当に。ああ、こちらこそ。はい。ありがとう。磯野さんおやすみなさい。はい、おやすみなさい。ユーフレット君が死んじゃったんだけど。受ける。死んじゃったんだけど。どうして？ユーフレット君死んじゃった。ユーフレット君死んじゃった。助けてー。コードがわかんないよ。見やすいとこ他あるか。うわあ、これ過去いくつ。どう1、2、3、ほう、愛されたいと考えるようになりました。そして私は君の強さを隠して、今日クルミ様だった曲、宇多田の光以外全部知らない。弱さを組んで、ああ、時の時の流れと空の色に何も望みはしない。すごいな展開、なんだこれ。素顔で泣いて笑う君にエナジーを燃やすだけなのです。一音一音にコードがあるんだけど、これ聞いたことある。なんじゃそりゃ。なんだ、本当の幸せは目に映らずに案外そばにあって気づかずにいたのですが、かじかむ指の求めるものが見慣れた
して私は君のメロディーやその哲学や言葉すべてを守るためなら少しくらいずるくろいとはないんです。シナリゴ何考えてんだマジで、なんだこれ、なんかサビだけ聞いたことあるなと思った。時の流れと空の色に何も望みはしないしないように素顔では素顔で泣いて笑う君のそのままを愛してるゆえに私は君のメロディーやその哲学や言葉すべてを守りとします。君がそこに生きてるという真実だけで幸福なんです。でててわかんねん、地音一音に音があるな。あ、ユーフレとか治った、何だったんだ。よいしょ、それでもいい、それでもいいと思える恋だった。戻れないと知ってても繋がっていたくて、簡単だと思ったら全然知らんコード出てきた。初めてこんな気持ちになった、たまに違うことできなくなって、口約束は当たり前、それでもいいから、なんか響かねえな。叶いもしないこの願い、あなたがまた私を好きになる、そんな儚い私の願い、今日もあなたに会いたい。それでもいい、それでもいいと思えた恋だった、いつしかあなたは会うことさえ拒んできて、一人になると考えてしまう、あの時私忘れたらよかったの、でもこの涙が答えでしょう、心に嘘をつけない、怖いくらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草やすべてはおかしいでしょう、そう言って笑ってよ、別れているのにあなたのことばかり、恋がこんなに苦しいなんて、恋がこんなに苦しいなんて、
忘れられぬ人、全て捧げた人を、もう二度と戻れなくても、今はただあなた、あなたのことだけで、あなたのことばかり。なんか様子を見に通る車が絶妙に俺をかすめていくんですよね。さっきからね。何なんだろうね。様子を見に来てるのかな。まあでしょうね。なんかレースコースなんじゃないのっていうぐらい来るけど。まあレギオンの奥で何かやってたら、見には来るか。ね、怪しいことやってる人かなとは勘ぐっちゃいますからね。こんなギター弾いてるのに。レギオクで何かやってるのって怪しい取引かブレイキングタウンかのどっちかですからね。さっきなんか分かんないけど白い髪の毛の人もなんか通ってったんだよな。一瞬こっちを見て一旦いなくなったんだよな。やっぱそういう感じなのかな。まあ明らかに引いてると思うけどな。どうなんだろう。俺は遠目でなんか髪の毛がくるみさんっぽいなって思って、かつ弾き語りやってるっていうのも知ってたんで、うん、おっと思って分かってる力だった感じでしたね。そうね、確かに。なんかその動き分かりやすいんですよね。レギオン公園側の方でも小花ラミさんが弾き語りしてる時とか、うんうん、座ってその動きでしたけど、あ、多分やってるんだなって遠目で分かったんで。そうね、分かりやすいのか、うん。どこにあるかしら。いやタイトルで探した方が早そう。答えのかな。こんな時間でも街は忙しいね。この時間から訓練か。この時間から訓練なの？何が？警察？救急隊が救急車訓練をやってますって。救急車訓練とはあれか、なるべく迅速に、うんうん、チェイスとはでは言わないけどって感じか。運転の練習、うんうん、ね。何しようかな。カポ1。よいしょ。本当にビビるな。ミュートCの。よし、合わせる準備はいつでも。本当に下手。地球にを回して世界百周旅行、君ははしゃいでいる。眩しい瞳で光の後ろ側、忍び寄る影を押し、懐かしの昨日は
雨の中にもう優しくなりたい、優しくなりたい、自分ばかりじゃ虚しさばかりじゃ、愛なき時代に生まれたわけじゃない、君と生きたい、君を笑わせたい、愛なき時代に生まれたわけじゃない、強くなりたい、優しくなりたい、サイコロ転がして一の目が出たけれど、スゴロクのまじりは振り出しに戻る、君はきっと言うだろう、あなたらしいわねと、一つ進めたのならよかったじゃないの、もう強くなりたい、強くなりたい、我慢ばかりじゃごまかしばかりじゃ、愛なき時代に生まれたわけじゃない、君に会いたい、君に会いたい、愛なき時代に生まれたわけじゃない、強くなりたい、優しくなりたい、地球儀を回して世界百周、僕らで回そう、待ってておくれ、愛なき時代に生まれたわけじゃない、斉藤和義声が低い。ちょい見えと。なんかこれはこのフレーズ聞いたことあんな。僕は知らない。地球儀の今目の中に強くなりたい、強くなりたい、悔しさばかりじゃ、愛なき時代に生まれたわけじゃない、君に会いたい、違うな、つい上がっちゃうな俺上に、優しくなりたい、また4カポ4カポなんて弾くとこないよ、うん、やっつきし
仕事ね、懐かしいね、はい、んゼロカポ、ふむ、本当に今日はこれで終わっちゃった。まあそういう日もあるか。毎日襲来する強敵、電話のベル放っては平穏なる感動を要するのさ。高速渋滞とは言っても低速低速でも真理と相反する通りに不服姿勢、何にも言うと思えない、あんまり妨害もしない、今日は何曜日だった、明日問題じゃないか、会いたい思いをしたいのに、あるいはわからんね、あるいは味わいを持っていと、なんでなんでも転んでないか、コントロールしてちょうだい、骸骨が曖昧し、銀座線終電何時、出して問題じゃないか、ああ機械になっちゃいたい、ここだ。お、遥か向こうでもギターセッションしてる人いますよ。本当だ。あの動き。あの動き。くしくも同じ構え。スペックと花山薫じゃないんだから。同じ構えだ。これなん。おかぽ？ガポって何ですか？行くとこマジでないじゃん。どこだよ、サンボマスターがよ。昔描いた夢で、私は別の人間で、ジャイスイアを自らと思い込んでた、現実には本物がいると分かっていた、ここどこ描く夢の
私は私だから欲望も何も区別がつかなくなってた現実でもほとんど不確かだあなたの髪を切らなきゃ真っ黒なその目が私の目に怒りを打てば呼吸ができる今は帰らない影なの全く嫌だけれどあなたには殺されてもいいわされた、されたままで、私ひざまずいた、一人きりじゃ泣いてばかりになるため、誰かにそっと寄りかかるのであろう。あなたは私じゃなくちゃ真っ白なほっぺたり透き通る小さな泡だれを落としてしまうでも泣かないで今すぐ鍵をかけてあげるあなたには全て許しちゃうわ少しあなたの髪を切らなきゃ真っ黒なその目が私の目に光を打てば呼吸ができる今は帰らない影など全く嫌だけれどあなたには殺されてもいいわわかんねえ。すげえリラックスしてんな。音楽はこうじゃないと。そうだね。大正解。私の愛を切らなきゃ真っ黒なその目に私の目に光を打てば呼吸ができる今は帰らない影など全く嫌だけれどあなたには殺されてもいいわタラタタララうわー歌おうと思ってたやつが半音上げじゃあ下げ上げるな上がれわかんないよそんなの知らないよどうにかならませんかそれは原曲キーだとどうなるの折りそうカポニーは泣いたって何も変わらないって言われるけどちゃんちゃん誰だってそんなつもりで泣くんじゃないよね悩んだって仕方ない I just can't control the time この長い運命から恐れて Take off 1、4、4、4大嫌いだったスワックスをちょっと一人でしてため息を一つエビ級の恋は見事に里と一緒に溶けた前よりももっと痩せた胸にちょっとチクッと刺さると
汚れたぬいぐるみ泣いて胸を刺す棘は消えないけどカエルちゃんもウサギちゃんも笑ってくれるの人の涙も思い出せないの思い出せないのどこわーわーどうしてわけないんだよ、タクヤのパートなんか。しまい。え、呼んだ？タクヤいた。もしかしてジュリマリ？アラタク。つまり、僕がユキってこと。怒られる。あー。あー。いやー、楽しませてもらいました、勝手に。ありがとう。はい、うえ、死ぬ。勝手にね、俺の衛星側では、ミュート筋肉使ってあのくるみさんと勝手にセッションしてたの。私も同じく勝手にしておりました。ずるい。素晴らしいございます。ありがとうございます。わあ、お前が噂のベーシスト。かっこいい。喉からベースだ。ねえ、セッションしない？できんの？そう。全然したいでありますが、多分もうあのラグ同士でとんでもないことになります。うん、うん。新クルーも入れてください。ああ、ありますぞ。あー、さすがでございますぞ。おー、なんと。ちなみに普段どんな曲聴けますか？普段は洋楽ばっかりでございます。洋楽か、みんなすごいな。洋楽ってどの辺の洋楽？今から言って間に合うか、これ。もう、ノーマークであったり参加しようとしてるな。俺、何しようかな。でもベースとってるの難しいね。なんかまあでもそんだけ弾けりゃもう大体弾けるな。もうわかるもん、一発でわかる。そうですな、この街でちょっとあのベースを探してるんですが、いかんせんちょっとどこに売ってるか分かってなくて、今声でちょっとベースの音を出してる。そうだね、ベンベン言ってんの。やりたいやりたい。ジャズとかどう？あんま好きじゃない。あんまり僕もそんな詳しくないけど。まあでもベースとボーカルだけっていうんだったら、まあ椎名林檎とかやっぱその辺かな。いいですな。さっきの何でございましたっけ？どれですか？一番最後のやつ。一番最後はそばかすだね。ジュリアンドマリーの。あーの前の、うん、あなんだ、その前の前がタイムウィルテルの前かな。よくタイムウィルテル分かったね。好きであります。わー、じゃあタイムウィルテルでいいんじゃないですか。あー、なるほど。タイムウィルテルの前何だったっけ？何歌ってたか自分で覚えてないや。リンゴちゃんですか？あれかな、シドとハクチュームかな。ハクチュームか、あったな、はいはいはい、あったねー。あ、いいねー。ララ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 ラってやつですか？あー、ですですです。あ、じゃあシドですね。え、結構お歌歌われる方多い。多いよー。へー、よし、かっこいい。いい音鳴ってる。洋楽 R&B ブラックサウンド。うん、あのセッションしてたとおっしゃってた方がいらっしゃったような気がするんですが、何を。アグランジュさんはボイパーやね、はい。そうだね。で入れた。ボイパで今シンクルーム頑張って入れてる。さすがにあと10分で無理やけど。あと10分、あとまた今度ですよ。うん。シンクルームちょっとね、設
ただ今多分やるとね、喉持ってかれるんだよな、うん、多分。いけるもんかね。いやー多分10分じゃ無理じゃないかな、さすがに。そうだよな、多分。ねえ。シンクルームなぁ。まあもう持ってるでしょうねっていう思いはありました。まあでもこれ、例えばなんですが、シンクルーム。うん。シンクルームで、これ音どうやって、街で声出せられますか？シンクルームって。シンクルームの音が出せれば問題はない。だどっちかが、声を失い、どっちかの声からだけ出して、できれば、ただ正直やったことがないからちょっと試してみさ差はもちろんある。確かに。そうなのよ。シンクルームの LINE はあるから、はい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 、はい、それがちゃんと使えるんだったら問題はない。まず理論上、なるほど、理論上ね。やべ、寝る。おう、シンクルームないんだけど、どこなんだろう。シンク、かっこいい。ベース好き。音のバランスとかもちょっと難しいでございますね、多分。まあでもシンクルームで合わせられるからな、別に。あ、そっか。うん、そうね、こっちで出す人の方であれすれば多分問題ないんじゃないかなとは思うけどね。なるほど。これはちょっとこの町でもベースを買っとかんといかんでございますな。前の町にちょっと忘れてきたけど。買ってきていただいて。まあなくても最悪はアコギで。パッと見ね。なるほどなるほど。うん。これなんか例えばですが、どっかでその、まあ、流しじゃないけど歌を歌ってこう。あのお金を手締めるみたいなので、うん、どっかでできたりするんでございますかね。まあ、それこそ何回かあったステージ系だと、だいたい出番が終わった後になんか ID 何番ですかって聞かれて投げ銭いっぱい来ますよ。僕、うん、よくそれで手締めて。どんくらい手締めれるんでありますか。僕は基本的にスペシャルで、100以上、最低値100万、それ以上はお気持ち。借金返せるかもしれない。借金あるの？借金2000ちょっと万ぐらいあるな。あ、いや、でもそのベースならすぐ行ける、すぐ行ける。なんと、なぜ会員登録済みになってるんだ。あんなことやこんなことがどんなレベルの話をしてるか分かんないけど、多分大丈夫じゃない。いけるいける。これさ、ちょっと試してみよう。今一応シンクルーム立ち上げたんだけどさ、なんかね、ログインに進むでやろうとするとなんか閉じちゃう。なんでだろう。ルームに入る。これでどうなんだろう、どうなってるんだろう。ちょっとこっちに流してみるか。あ、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 違う、これ出力で合ってるわ。違う、間違ってるわ。いい声っていうか。あ、どこ行った？これか。上のさ、何か、あ、あ、あ、マークみたいなのが出てない？大丈夫？さすがに入らないのか。仮登録メールから先がいかないな。聞こえてないのかな。まあでもそれでいいのか。一方的に歌ってもらって、あと合わせてあげれば大丈夫な気がする。あ、あ、あ、入ってるな。これって聞こえてる？聞こえてる。正面ちょっと向いてないな、もうちょいこっち向いてくれ。あー、いい感じだ、いい感じだ。ごめん、ごめん。かぼちゃ見切れないようにしっかり映すな。じゃあこっちが一方的に気になかったらもう一枚撮るから一回撮るぞ。これはか SNS 登録じゃないのかいいのか。じゃあ一枚引きで撮るぞ。ね、まあ最悪、はい、撮った。ディスコードで聞いてもらうが一番今んとこ手っ取り早いのと、イベント系はそれが多い。へえ、うん、こんくらいが良さそうだ。じゃあ行くよ。はい、せーのでピ。なるほど。うん、そうね、その方が多いね。
せーので P さすがにおじさんくせえから、ちょっと頭がつないで、でディスコードそうにだったら多分簡単。この曲って今聞こえた？ちょっとうるさかったかな。聞こえた。お、じゃあ問題ないわ、使える使える。あ、マジで？これで今ダラちゃんさんが入ってきてくれれば多分できる。あー、シンクルームに？そう、そういうことか。ちょっとどう？もう問題ない、今は僕の声はシンクルームのラインになってるから。はぁ、あ、はぁ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 、あ、この曲で今タンタンタタンタンタタンタンタで、この今の音楽はシンクルームから流してるから。さあ確認してくれ。あー、なるほどな。あ、今起動して喉持ってかれ、喉と耳持ってかれるかと思ったら大丈夫そうだった。あ、なるほど、いけそうやな。今ゼロゼロで作ってみたけど、適当に感覚あれなんだよな、ちょっとパッてこう、他のことに頭を使おうとするとここの耳と声がなくなるんだよな。やっぱそうか。ねー、赤パス。また今度試しやな。ちょっとまた今度、そうですな、試してみましょう。マチかくるみさんですな。地図にないところ連れててくれた。そう、え、治ったはず。今切り替えた。ありがとうございます。聞こえてます？この声聞こえております。あ、よかったよかった、ありがとうございます。いえいえ、そうかそうかそうか。めちゃめちゃ楽しそうなことできるじゃん。ちょっとこれはね、インストールできました。お、ナイス。これ普通にいろんな人と、うん、あの要はほぼないラグでいけるんで、まあセッションなり、うん、一緒に歌ってみたみたいなのもできますよ。要は今みたいに音源があればシンクルーム内で再生してそれに合わせてみんなで歌うみたいなのもできるんで、うん、ただシンクルーム自体は一部屋5人までしか入れなくて、連結すればまあ一応人いっぱいにはできるらしいけど、耐久とかラグとかその辺は分かんない。回線によっては入れない人もいる。はい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 。そもそもシンクルームに。確かに確かに。うん。でもタラちゃんさんは使ったことあんだもんね、多分ね。あるってことは。そうでございますな。ちょこちょこ。そこそこやってて。そうだよね。ああ、もうじゃあ慣れてらっしゃるわ。シンクルームっていう言葉で大丈夫だもんな。ネットデュエットっていう時代から知ってるかどうかで。ちょっと年代がバレるでありますね。大丈夫でございますか？いやいや、シンクルームの歴史だから。ちょっとなんかニコ、うん、ニコニコとしたような。ニコニコしたね、今。今もだよ、でもシンクルームくんは。そうだな。変わんないよ。あ、でも最近は、ついにキャスが多いのかな。うん、ちょっとちょっとやりましょう。また明日とか来ます？ちょっとね、そうなんだけど、ちょっと今ね、私ちょっとあのいろんなことにちょっとかめちゃくちゃ追われておりなるほどね。じゃあまあそのうち時間見てやりましょう。ワンちゃん、やりましょう、ぜひぜひ。やったやった、楽しみ。じゃあお疲れ様です。もうこんな時間だ。お疲れ様、みんな。バイバーイ。わー、さよなら。今日は野宿だ。野宿だ。はい、ということで、今日衛生上だと微塵も仕事してません。本当はね、クラフトやってあとちょっとした作業系じゃないな、明日のイベント誘いとかそこら辺やると思ったんだけど、くるみさんとのセッションしかしてませんね。いや、非常に楽しかったです。そしてシンクルーム、名前は聞いてたんですけど初めてダウンロードした。回線なうちそんなに良くないからそこが心配だけど、でもなんかディスコードだとかこっちでせーのでやるよりかはずっとラグは少なめでいけるだろうから、うん、ヤマハシンクルーム
覚えといてやろう。なぜか SNS 認証ができなかったから、またメールアドレス認証で切り替えた。よし。ということで、今日日付が変わりましたね。今日の23時よりコスプレ第2回コスプレファッションショーありますけど、人集まるかなーってね、すげえ心配なんですよ。なんかみんな楽しそうやるやるとか言っときながら、なんかエントリーがちょっとかんばしくなくて、前回もだけど急にドヤドヤってくるのが前回通りやったら急にね、遠いでドヤドヤってくるんだろうけど、それを期待して、ね、せっかく賞金も用意してるんだから、才の悪リスケになるだろうけどね、なんかエントリーがなんか3人しかいませんとかだったら、さすがにちょっと、うん、また今度にしましょうにはなりそうだけど、まあ、前回もね、なんか開催1時間前とかに一気に集まったからね。いやでも主催のイベント、自分がねイベント主催するとほんとヒヤヒヤするんだよね。久しぶりだからそのヒヤヒヤを忘れていたけど、ちゃんと開催されるといいなといった感じで、とてもいい時間でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ということで今日の放送は、3時からでしたので、約2時間短めの放送でしたけども、やってよかったです。この間文化祭ライブでうさぎさんに合わせてミュートでボイパー入れてたのが、なんか簡単に言えば俺の音ちょっと入れたのちっちゃかったから、改めてなんか合わせたいな。うさぎさん側の音声に合わせて勝手に入れるのもありだし、いや今日ようやく最後の方知ってる曲が来たね。くるみさんの弾いた曲で分かったのが、最初の光と最後の方のそばかすだけだった。曲知ってるとね、決めどころとかなんか美味しいところが分かるけど、分かんないとどこで展開切り替わるか分かんないから、なんか同じようなの繰り返しになっちゃうんだよね。そのなんか買っても合ってるかどうかが不安になるので、まあでもどっちも聞こえてるセッションじゃなく、こっちしか聞こえてなかったから、そういう点では相手には迷惑がかからないので、気楽にやれるセッションですね。よし、じゃあ今日はこの辺りにして終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。